はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルビッシュです。では今回からはですね、ちょうど今画面出てますが、ステラリス、こちらをプレイしていきたいと思います。で、ツイッターの方ではいろいろと告知をしていたんですが、実はですね、画面の下、バージョン 2.0.2 と出てると思うんですけども、告知していた銀河遊伝説モッド、これがですね、ちょっとまだ2点台に追従していないようで、うまく動かないというのと、あとはですね、ガンダムモッド、こちらもですね、ちょっとまだ2点台に追従していないと。で、さらにスター・ウォーズバージョンを見つけたので、スター・ウォーズバージョンもやりたいなと思ってちょっと試してみたんですが、これもまだ2点台にね、追従していないというところもあって、ツイッターの方で告知していた内容を全く反映できなくて大変申し訳ないんですけども、今回はですね、ステラリス、ノーマルプレイ、大型モッドの導入なし、何かをテーマにしたモッドの導入はなしということでね、それらのプレイはおいおいやっていきたいなというふうに思ってます。で、ちょっと今簡単にお話ししましたけども、銀河遊伝説のモッドだったり、ガンダムのモッドだったり、スター・ウォーズのモッドだったりっていうところで、この後見ていただくんですが、勢力の選択のところでね、例えば自由惑星同盟が選べたり、地球教が選べたり、銀河遊伝説であればね、ガンダムであればネオジオンが選べたり、スター・ウォーズモッドであればジェダイ評議会を選べたりというところで、かなりね、面白い、ゲーム展開が見込めるんじゃないかなという楽しみ要素が満載なので、このステラリスもね、新しくいろいろと勉強しながらプレイしていければいいかなと思っています。で、僕自身実はちょっとステラリスやったことがなくてですね、こんな面白いモッドが山盛りあるんだったら、もっと最初からやっとけばよかったなってね、今すごく後悔してるんですけども、まあいろいろ至らない点とか、全然やり方分かってないなこいつっていうようなところもね、もしかしたらあるかもしれないんですが、ぜひ皆さんからアドバイスとかいただければいいかなと、嬉しいかなというふうに思っています。では早速ニューゲームから、プレイの方を始めていきましょう。ここはね、正直どこを選んでもいいかなというのはあるんですが、選んだ勢力によって、まずその国の方針とか特性がね、変わってくるところにはなるので、まあどこを選ぶのがいいのかなっていうところはあるんですが、まあどうせなら銀河帝国とかにする、通商同盟ね。まあ今回全くモッドは入れてないので、銀河帝国って言われたからといって、いきなりね、銀河遊伝説を思い浮かべるっていう状態にはなかなかならないんですが、いろいろね、こういうのを見ていても面白いですよね。通商同盟とかね。じゃあ今回はせっかくなんで、どうしますか？この銀河帝国でプレイしてみますか？で、君主制、指導者が死ぬと指定されていた後継者が次の指導者となると。で、その他の特性でいうと、警察国家。あらゆる反乱の兆候を消すために、この社会の市民は慎重に監視されている。社会不安がマイナス25%になってますね。で、日本語モッドは入れてるんですが、一部は、まだね、この2点台に追従していない、2.0.2に追従していないっていうところと、さらに、惑星とかのね、拡張モッドを入れてるんで、そのあたりがそもそも日本語に対応していないというところが一部あるかなとは思いますので、そのあたりだけはご了承いただければなと思います。その他はね、基本的に日本語できるものは全部日本語できるように、なんとか調整はしてみましたので。で、あとは音声のところですね。エディットで、これもモッドを入れてますんで、鶴巻さんのモッドを入れておきましょう。では、これでプレイの方進めていきましょうか。このね、艦首とかも、だから例えば、ヒューベリオンが選べたりね、銀河遊伝説であれば。ガンダムモッドを入れていれば、ムサイが選べたりとかってね、考えると、それだけで胸熱なんですが、今回はね、先ほど話したように、モッドは入れていませんので、このままじゃ、プレイの方を始めていきましょう。設定はデフォルトのまま進めていきます。いや、本当にこの後ね、銀河遊伝説、ガンダム、スター・ウォーズといろいろなモッドが2点台に追従してプレイできるようになってくると、本当に時間がいくらあっても足りないなっていうね、
それぐらいすごく楽しみなんですが、まずはね、大型テーマモードなしでプレイの方は始めていきましょう。さて、今回はトズインっていうね、帝国名でプレイの方が始まっていきます。で、いろいろと特性はさっき見ていただいたと思うんですが、それに加えて国税、施行、あと首都はトズニアっていうんですね、トズニア。では早速プレイの方を始めていきましょう。皆さん、ステラリスはここまでいろいろとプレイされている方、あるいはいろんな実況プレイを見られている方いらっしゃるとは思うんですが、あんまり知らないよっていう方もね、中にはいらっしゃるかもしれないし、僕自身わからないというのもあるので、チュートリアルを見ながらプレイの方はしていきたいと思います。で、一応ね、チュートリアル少しだけプレイはしているのですが、わからない部分も多いんでね、いろいろと本当に皆さんに教えていただければ嬉しいかなと思います。ではまずね、チュートリアル最初に調査というのが出てきてますが、このステラリスの世界観、この中では調査をしないと、何もできないと。例えば新たな惑星星系を発見するのも調査だし、調査が終わらないとそこに何か建設して資源を得たりとか、そういったこともできないというものになってますんで、早速今指示があったと思うんですが、この星系の調査ですね、やっていきましょう。で、星系の調査のやり方なんですけども、調査船を選んで調査させたいところに派遣するという、操作自体は簡単なものになります。じゃあ調査船がどこにいるかというと、ここにいます。まずね、 TIS トルムデュクターデュクかなっていう調査船に、ハスクカラスっていう、リーダーというかね、艦長というかがいるという状態ですね。じゃあここにある調査ボタンを押して、調査をさせていきましょう。ちなみに他には研究とかね、いろいろありますが、今回は調査です。で、調査何ができるかというと、恒星惑星小惑星に調査を命じると、で、調査をするとその領域に対しての詳細な情報が明らかになり、アノマリー、これは研究対象みたいなものですね、これをすることができますよということになってます。じゃあまずは早速なんですが、派遣していきましょう。まずは調査を選んで、まだ未知の星系に派遣していきましょう。ビハムの全天体を調査、このビハム星系っていうのがきっとあるんですね。で、あとはオスティアック星系にも派遣していきますか。こんな感じでね、次々と派遣だけ先にしていっちゃいましょう。で、あとね、せっかく今時間止まってますんで、研究、これはハーツオブアイアンとかと同じところ、考え方としては同じだと思うんですが、同じパラドックス社が作っています。で、ちょっとね、特筆すべきというか注意すべきところが、物理学、社会学、工学と画面の左側3つカテゴリー出てきてると思うんですけど、これが1つずつ研究ができます。で、各カテゴリーごとに右側に3つ研究候補が出てくるんですが、これがどうやらランダムみたいですね。多少運が絡んでくるというところだと思います。じゃあまず早速なんですけども、工学から何か選んでいきますか。コルベット戦隊1、これ戦闘艦ですね。コルベットで、戦闘艦にもいくつかもちろん種類があって、冒頭話したモンドを入れると、例えばザクが作れたりね、ムサイが作れたり、あるいはヒューベリオン、ブリュンヒルト、こういったものが作れたりね、あとはスターウォーズで言えばスターデストロイヤーが作れたりとかね、いろいろあるんですが、今回はね、そういう元は残念ながら冒頭の下に入れられないので、コルベットの戦隊値をプラス100するものっていうものがあると、あとは建造物のアンロックとしては光学機関の1型で、コイルガンコンポーネントアンロックって、これ武器ですかね。じゃあどうしようかな。無難にコルベットの戦隊値を上げておきますか、戦闘になった時のために。じゃあ続いて社会学ですね。防衛軍のダメージがプラス 33%、 これは敵に対しての攻撃力が上がるっていうことでいいのかな。で、あとは惑星統一で、これを見ると追加の布告ができるようになります。で、生物多様研究一番下、これは接待研究所の1型が作れるようになると。どうする、どれでもいいかなっていう感じはするんだけどな。
ト、そしたら月間の統合力算出プラス2にしますか。で最後物理学ですね、建造物物理機関の1型を入れるか、核融合炉をアンロックするか、改良型デフレクター、どれがいいのかな。ちょっと何とも言えないけど、核融合炉よりかはコンポーネントアンロック系でいうと改良デフレクター、これにする。これ防御系のおそらくコンポーネントになるんじゃないかなと思うんですが、ではこれで時間を進めていっちゃいましょう。でね、今成形が出てますが、我々のサール・ドゼン、帝国の母星ですね、我らの、これが母星です。サール・ドゼン、なんか人が住めるような惑星じゃないけど、まあ人じゃないですけどね、今回我々は。で一応ね、画面の上の方にいろいろ数値が出てるんですが、これがエネルギー通貨、いわゆるお金ですね、この世界で。で続いてですね、ダイヤモンドみたいな形のものが鉱物、まあ、何をするにしても鉱物が必要ですと。でリンゴが食料ですね。で影響力、これ何かをやるときに影響力を使うっていうものです。で統合力っていうのはさっき見てもらったものです。伝統っていう、まあ、国家方針みたいなもんですかね、発音バイアンでいうところの、そこに使っていくものですというですね。あとは物理研究と社会研究と工学研究っていうのはさっき見てもらった通りになります。じゃあスターサーチプロジェクト始まってますので、これはアグリーしていきましょう。状況レポートを更新。では状況レポートね、更新されたのを見ていくと、さっきのスターサーチプロジェクトが始まってるんですが、これ何ができるかというと、各星に対して詳細な調査をしていきましょうというところになるんですが、今調査船が必要ですってね、赤い文字で全部出てきちゃうんで、まずは調査船が1隻しかない現状を変えていくところからになるんで、まあとりあえず置いときましょう。早速新しい後継者ハスク・ハグラムが我が帝国の新たな後継者となったと。これは参考程度に覚えておきましょう。で調査船がね、今どこにいるかとかっていうのはこれを見ていくと分かります。最初に調査船どこに送ったかっていうと、ビハムに送ったよね。じゃあちょっとビハムの様子見ますか。お、ここに調査船がいるな。これがさっき我々が送った調査船ですね。ちゃんと調査してくれてるねっていうのがね、分かると思うんですが、でビハムに対してさっきのスペシャルプロジェクトやっていくと、ビハム、ビハム、ビハムがどっかにあるのかなっていうところですね。あ、ビハムありましたね。ここの軌道上に今の調査船を配備しておけば、このプロジェクトが進められますというところになるんですね。まあ、今回はね、先へ先へと進んでいきたいので、一旦ここは放置しておきましょう。 TIS トルム・デュクはビハム3で驚くべき発見をした。これ調査船のことですね。調査船の名前が確かトルム・デュク、うん、そうですね。惑星は一種生命で満ち溢れていたのだ。これ本当に大ニュースになりますけどね。本当に今の地球で同じニュースが起きたら。さあ状況レポートも更新をされていくのを見ておきましょう。でカットが入ってきてますが、チュートリアル惑星建造物の改造ですね。ビハムでちょっと待ってね、カットインが結構入ってきてるんで、ちょっと先にこっちを見ておきましょうか。時間を1回止めちゃいましょう。ガンガン入ってくるんでね。ビハムで古代の異星人文明の遺物を発見。遺物を年代測定したところ、約600年前に存在していたと思われる。すごいな。この種族は自らをユートと呼び、巨大で平坦な節足動物によく似ていた。どんなのか全然想像がつかないけど、体長は100メートル、すごいね。状況レ
で、異常な状態ですね。ビハムは結構いろいろあるんだな。まあ、じゃあせっかくなんで研究をしちゃいましょう、このまま。で、チュートリアルで入ってきているこの惑星建造物の改造、これを見ておくと、母星系はすでに建造物が少数ありますが、他にも建設するべきですねということで、建設可能なタイルに水耕栽培農場、鉱山ネットワーク、発電所または化学機関を建てましょう。いずれかを建てればいいんだね。じゃあ早速やっていきましょうか。ではサールドツインを選んでいきます。ここですね。これの地表を選んで空いているところに、じゃあ何か建てていきましょうというところで、何を建てればいいかっていうと、さっき何て言ってたかな、ちょっともう一回確認だけしましょうか。水耕栽培農場か鉱山ネットワークか発電所または化学機関で、4つのどれか、どれがいいかっていう話だな。水耕栽培、鉱山ネットワーク、発電所または化学機関、すぐ忘れちゃいますからね。建造です。まずは水耕栽培農場か発電所か鉱山ネットワークか、もう一個なんか言ってましたけどね、研究所かなんかって。今何が足りないかっていうと、この先鉱山とか欲しくなるんじゃないの、きっと。鉱山が取れるのがいいな。鉱山ネットワーク作る？これを作ろう。これを作るのにはコストとしては鉱山60、これがかかりますっていうのと、もちろん時間がかかるっていうところだな。で、今鉱山は305で、通貨が155あるので、まあ建てられますね。じゃあこれを建てていきます。じゃあまた時間を進めていきますね。お、アマノリーを発見。あ、アマノリーって言っちゃうね、言っちゃいますね。アノマリーですね。アノマリー。調査中に偶然にもかすかな異星種族の通信信号を検出。おお、ちょっとまた時間止めましょう。これ読んでいる間に先に進んじゃうんでね。で、軌道上の小さな物体らしいということで、なんだろう、遭難発信機だろうか、研究しよう。そうか、別の科学者に任せるも何もできないから放っとくしかないんだな。放っとこう。で、接触報告ですね。知的生命は意図的不在を嘲笑う。うん。トズニアの人気ニュースネットに掲載された記事。へえ。まあ、さっきのニュースが、ネットワークニュースにも流れてるっていう、そういうことですかね。でビハム星系は完全に調査されたということで、送っていた星系に完全な調査が完了したという報告が来ているので、じゃあ早速ビハム星系見に行きますか。せっかくなんでね。こんな感じでビハム星系から調査船が離脱していきますね。でビハム星系、せっかく調査したので、ここに対して国境の拡張を図るために宇宙基地を作りましょうというチュートリアルが来てます。これかな。じゃあ早速宇宙基地を作っていきましょう。宇宙基地を作るには、この建造船を見ていく必要があって、建造船の中から宇宙基地を建設、これを選んで建設しましょう。でだ、もう一つなんか来てたよね。これが2隻目の調査船の建造が来てますね。じゃあ早速2隻目の調査船の建造をしていきますか。で、調査船は宇宙港から作っていきます。で、調査船を作るには何が必要かというと、コストが100、これは鉄ですね、鉱物かな、かかりますということで、今それなりにあるので、じゃあ早速作っていきましょう。これが完成すれば
2つ同時にいろいろと調査が可能になっていくっていうことですね。じゃあまた時間を進めていきましょう。おそらくね、戦争に発展していくのはだいぶ先になるんじゃないかなと思うので、戦争を楽しみにしている方は前半特に退屈されてしまうかもしれないんですが、そのあたりはちょっとシステムをね、いろいろと見ていただければいいかなと思います。もうすぐで調査船がそもそもね完成しそうですからね。調査船がもう完成します。早いね。よし、じゃあ調査船が完成したので、早速じゃあこの調査船に人を割り振っていきましょう。今は全員稼働中なので新たに人を雇用していきます。誰を雇用していくかだな。特性がいろいろ分かれてるんだね。今だとこの3人が分かれていて、研究にするんだったら、どうだろうな。雨乗り失敗リスクマイナス10にする？調査船だったらなんか一番安心できそうな気がするんで、じゃあ彼を雇いましょうと思ったら、お金が足りない？200だね。もうちょっと待ちましょうか。200のコストが溜まるまで待ちましょう。お、早速溜まったので、世話しないですが雇っていきましょう。で早速じゃあね、このさっきの見た雨乗り、これ研究させようよ。じゃあビハムからさらに違う星系に対して調査船を、調査船っていうか調査してもらう？こんなところでいいかな。じゃあ早速ね、調査船2隻体制でいきましょう。あとは採掘ステーションを作ろうっていうのも来てるね。ちょっとこれを見ていきますか。画面がかぶっちゃってて見づらくなってますが、軌道上に採掘ステーションかタイル上に鉱山ネットワークを建設する。これでも鉱山ネットワークってさっき作った気がするんだけどな。じゃあ今回は軌道上に採掘ステーションを建てていきますか。採掘ステーションこれだな。今ビハムは作成中なので、じゃあこの首都星系サールトジンでやりますか。採掘ステーションをじゃあ作っていこう。ここにね、そうするとエネルギー通貨2が増えていくっていうことでいいのかな。じゃあまた時間をね進めていきます。結構ねやることが多くて忙しいのかなっていうのがここまでのプレイフィールなんですよね。なんか来てるな。数世紀前、トズニアのある宗教の過激派司祭とその敬虔な信者たちのグループが既存の宗教を離れて新たな教団を結成。彼らは友情教徒を自称。友情教か、怪しいな。虐殺行為やテロ行為に加担してきたと。危険な奴らだってことだな。まあ彼らは止めなきゃいけないっていうのが唯一の選択肢になるんでしょうか。ちょっと待ってね。お金がなくて採掘ステーションを構築できなかった。資源を払い戻し、金がないっていうことね。
お金が貯まるまでちょっと待たなきゃいけないんだな。宇宙基地はできてますよね。あとコロニー船の建設、建設か、これもお金が足りないんじゃないかな。とりあえず採掘ステーションは失敗したっていうのは確認しましたね。敵対している艦隊の存在、これいきなり戦争？なんかだいぶ先だなと思ってのんびり構えてたんだけど、困りましたね。これはお金がないからな。そうは言っても金がないから採掘ステーションを建てるにもはっきり言って困っている状態なんだけどな。今この建設船ポプエリーシムがどこにいるかだな。ポプエリーシムがどこにいるか確認する。ポプエリーシムはビハムにいるんだな。そうか、宇宙ステーション、宇宙基地か、宇宙基地作ってましたもんね。じゃあ採掘をここで作る。採掘ステーション近いからね、作ればとりあえずいいって話だからね。ここはチュートリアルを進めるっていうだけの目的であれば。コロニー船の建造か。これただコロニー船作るお金あるのかな、ちょっと確認しておきましょうか。宇宙港に行ってコロニー船、お金がないねやっぱ。あと鉱物も足りない。ちょっとここは溜まるのを待ちましょう。いずれにしても時間が解決してくれることもあるでしょう、お金とかね。鉱物系は調査船が余ってるね。調査船は余らしておくともったいないので、違う星系に行って確認をしておきましょう。太古の生命維持ポットを発見した。5000年以上前のもの。意外を発見。なんとも言いづらいな。整形調査完了しました。じゃあ次の星系ビハム、オスティアック見ておく。オスティアック、オスティアックから次の星系をちょっと調査してもらえますか。で何はともあれ、どん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 宇宙港を作っていかなきゃいけないんだよね。宇宙基地、宇宙ステーションかな。そうしないと国境が広がらないって話でしたからね。じゃあまたサールトゼン首都星系を画面に戻しておきます。まあ、軍事力って合ってないようなもんだからね今のところ。いう状況。まあいう状況を潰しておかないと。採掘ステーションが完成したっていうニュースですね。採掘ステーションが完成したので、ちょっと待ってね。共振者の船、共振者たちはトズニア城の秘密施設で宇宙船の召喚隊を建造することに成功していた。マジか。我々に発見されると彼らは自分たちの船に乗り、ファルタラムへ逃げ出した。彼らはこれ以上の損害を防ぐために壊滅させなければならない。なるほど、いう状況の殲滅か。とはいえ艦隊はほとんど動かしたことがないんだよなまだ。建造船は今何してるかというと何もしてないでいいんだよね。そうすると建造船、宇宙基地をまた作りに行きましょう。どこで作るかというと、オスティアックで
終わったって言ってたよね、調査が。なのでオスティアックで作っておいてとかって考えると、ね、結構ねやること多くて大変なんですよね。首都整形に戻りましょう。サルト人に戻って、さっき言っていた共振者の船、これがどこにいるかだよね。これ確認したいんだけど、共振者の船がいるんだったらね、叩いておきたいところなんだけどな。これ味方の艦隊ですね、コルペットが3隻っていう、まあ、かなりしょぼい艦隊にはなってしまってるんで、この3隻艦隊でさっき言っていた共振者どもを打ちのめせるのかっていうのが不安だけどね。地図上の表示を消すか、まあ、どっかにいるんだろうな。よーく見ておいてもちょっとわからないんで、そしたらね、ちょっとおいおいはこの辺りもやっておかなきゃいけないところになるのかな。このびっくりマークがすごい気になるけどね。巨大戦艦が発見された。生命反応はないが強いエネルギー反応がある。あの大きさは見ろ、めちゃくちゃでかいのが来たんだろうな。これを見るとちょっと待ってね、調査船が敵対艦と遭遇。いや戦うのはやめよう、逃げよう。まずはね、一方ではファーストコンタクトということで知的生命体とコンタクトが取れそうだっていうニュースも出てきているっていうところかな。はい、そしたらちょっとね、まだまだこうよちよち歩きの状態、右も左も分からないという中のプレイになってしまって、大変皆さんにストレスを感じさせてしまっているかもしれないんですが、こんな感じでね、やることが多いなというのがこのステラリスのプレイの感想です。まあ委任とかできる部分がもし出てくるんであれば、まあ委任とかもねうまく使っていきたいなと思うんですが、まずはこのチュートリアルをこなしながらプレイになれ、資源を蓄えたりとかっていうところが中心のプレイになっていくかと思いますので、ぜひぜひ皆さんのね、アドバイスいただければいいかなというふうに思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。